ちこい心理学いつもありがとうございます。ラジオネーム、まるさん。まるさん、ありがとうございます。まるさんは何かとあれですね。最近まるさんですね。最近まるさんです。いつも楽しみにしてください。祝2周年おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。前回の放送ですね、無事2周年を迎えました。本当にありがとうございます。はい、なんだか私も嬉しいです。わーい。いや、本当に嬉しいです。今回質問お便りです。はい。先日子供に誘われて2年ぶりに苦手なトランポリンに乗れました。あ、トランポリン苦手なんですね。はい。最初は怖くてすぐ座ってしまいました。ごめんね、怖いんだと言うと、笑顔で両手を持って立たせてくれました。で、飛ぶ、座る、笑顔で立たせるを繰り返していくうちに、怖い気持ちが小さくなり、長く飛べるようになりました。あれ？支援するはずが支援されてしまった。かっこ笑い。で、ここで質問です。心理学で怖い気持ちを小さくする方法ってありますか？お二人の怖い体験談も合わせて聞いてみたいです。というお便りです。なるほどですね。これ見事にエクスポージャーですね。成功しますね。専門的に順化という手続きですね。なんかどういうのなんですか？それはその刺激に何回も長時間接触してると、その刺激があまりピリピリしなくなって、要するに怖いものが怖くなくなるということですね。ホラー映画、ショートのやつね、何回も見てると怖くなくなる。ああ、なるほど。あ、ここね。ああ、出た。カズオくんまたいるよみたいなさ、そんな感じはなりませんかね。なるほど。あ、でもね、学生にさ、その認知行動療法のエクスポージャーの練習を説明するときにホームワークで自分が一番嫌なものをずっと見ろって言ってたのね。そしたらね、なんか小さいもの恐怖、なんかその魚卵とか、あと集合体恐怖か、なんかそういうことが集まる、あれがすごいダメな人がいて、それの YouTube の動画をひたすら見続けてたら怖くなくなったって言って。それは多分順化でしょうかね。トライポフォビアでしたっけね。あ、そう、まあ、でも名前ありそうだよね。確かトライポフォビアっていう状態だった、怖いものはね、なんか結構あるんですよね。そうそう、お便り来ないかなっていうのも怖いですけど、まあでもそれはね、毎回来るから大丈夫なんですけど、大丈夫だったんだ、なったんだね、大丈夫ね。私やっぱ新幹線とか飛行機ですね。ああ、本当ガチでパニック発作起こるんで怖いっすよ、やっぱり未だに乗るのは。それはあるだろうね。だからこの間なんか京都に行った時に、なんか京都楽しいから頑張って行こうと思って行ったんですけど、やっぱりなんか多少起こりますよね。なんか新幹線のドアが閉まって、で福島から東京に行く時は結構なんか1駅間が20分とかなんでいいんですけど、なんかね、新横浜から名古屋までが1時間ちょっと止まんないんですよ。これがちょっと最初は嫌だなってなんか思って、なんか心臓ドキドキしてきましたけど、まあなんかちょっと仕事とかしながらなんかしてたらいつの間にか名古屋に着きました。なるほど、ね。多分それが多分慣れてくみたいな感じのことなのかなと思いますね。怖いものね。前あれで宮古島に行った時にさ、自分の所在地を Google マップで調べてさ、すごい引き伸ばしてさ、点になった時に怖えって言ってたよね。いや、あれも嫌なんですよね、本当に。なんかありえないとこに存在する自分みたいなやつとか、なんか地球の上に自分いるとかって考えると本当に気持ち悪くなるんですけど、なんかこれはね、どうしようもないですよ。昔からだもんね。昔からなんですよ。なんか毒ガスまみれのなんか島とか、なんかそういうのとか調べちゃって気持ち悪くなるんですよ。ダメなんだよな。閉鎖空間とか閉じ込められるとか、多分そういうものがダメなんですよ。まあそのなんだろうね、その無理やり全部をね、無害にする必要はないからね。今野さんなんて怖いものないでしょ。いやー、あるよ、多分。ある一番怖いのはね、暇苦手なのよ。ですよ。多分ね、そう暇の感じ嫌なのって、僕のその閉所恐怖っていうか、なんかコントロール不可能恐怖とある意味似てると思います。何もやることなくなって、なんかね、1日半ぐらいはいいんだけど、1週間とか続いてさ、これから俺何も何の刺激もなく生きてくのかなって思った瞬間にね、めっちゃ顎ガクガクしてくるんだよね。いや、わかる。無は怖いですよ、うん、それだったらまだ自分の人生に終わりがある方がすごく救いを感じてしまうぐらいだよ、うん、いやでも終わりがないことが一番コントロールできないから、それの方が怖いですよね、終わることより、うん、そう。あと怖いのはね、あれっすね、ミント味のアイスっすねあれいくらやってもダメなんだ。慣れんのかな。いや、そういうのあるんですか。今のさ、セロリの話も前なんかYouTube でしましたけど、それも捏造だと思ってますからね。だってさ、セロリさ、俺25年間ひたすら避けてたんだぞ。いやでも食べれるでしょ、その手のもの。岩野さんだったらガッツと根性で。ガッツと根性あったからさ、自分でエクスポージャーしたんだよ。あ、そっか。でもそれ慣れたから食べれるなと。うん、でもいまだに別に好きではないけどね、うん、ってことはミントのアイスもガッツと根性ってなんかなんですか。いや、それはできるかもしれないよ。でもさ、それさ、青木くんさ、さっきのさ、地球の上に折れる恐怖をさ、なんとかしようと思うか。いや、まあなんとかしたいっすけどね。多分そこをなんとかしないと、結局なんかそのコントロール不可能性とかの怖さってなくならないと思うんですよ、結局。私は根本を断ちたいなと思ってる派なので、いつか何とかしたいと思ってます、ね。俺はね、ミント味のチョコと、すごく生臭い魚はもう慣れなくていいと思ってる。いや、だってすごく生臭い魚は下手すりゃ腐ってる可能性あるから。うん、いやね、その年食ったらいけるかなと思ってもやっぱダメなのよ。うん。なんだ、特にホヤ系のやつとか。はいはいはい、はい、うん。あとはそうだな、あんまり鮮度の良くないイクラ。うん。ダメなんですよ。いや、でも魚はね、やっぱり鮮度良くないとダメですわ、本当に。うん、これ多分なんか、僕も函館出身だからわかるんですけど、鮮度のいいものを食べてると、鮮度の悪いものを食べた時に味が際立つんですよね。そうそうそう。で、なんか鮮度があんまり良くないって何に意味してるかっていうと、もうちょっとあれ大丈夫かこれみたいな感じの時期になってる可能性が高いってことだから、多分もう我々は逆にディスアドバンテージですよ、それは。関サバ食っちゃうとさ、しめ鯖あんまり好きになれないのよ。うん、いや、関サバうまいから。うまいからな。うん。これ全然関係ない話でしてる。丸さんごめん。函館のイカ食べちゃったら他のところのイカ食べれなくなるから、ね、そう、とりあえず怖いものは函館のイカと大分の関サバと一緒にお召し上がりください。ああ、そうだ、一応ちょっと誤解しないであれですけど、ガッツとか根性でなんか怖いものって乗り越えるものでは基本的にはないので、そうですね、はい、ちゃんとした手続きっていうのがあってですね、治療方法っていうのをエクスポージャー法、慣れる方法っていうのがあるので、それもいきなり怖いものをなんとかするっていうんじゃなくて、まあ、ちょっとずつなんか慣れていこうみたいな感じの類のものなので、そこはちょっとそういう方法はあるよって一応伝えています。一歩は踏み出していいけど、全てを克服しなくても生きていきます。バチコイ心理学。じゃあ怖いものっていうか、ミントのアイスを恐れてるわけじゃないですからね。嫌いなだけであって、まあ、それ恐れてるわけではないね。恐怖とはちょっと違うんだよな。あ、でもそうか、あれだ、キタキツネだ。キタキツネ怖い。キタキツネ怖いんだ。キタキツネは怖い。北海道民だったら分からずだ。なんすか、エキノコックス関係ですか。そう、エキノコックス。だね、まあ、すり込みだよね。エキノコックスがいるから近づくなってね。うん、それはちょっと怖いかな。でも近づく必要ないだって、寄生虫に疲れんだからさ。まあでもそれ本当に怖いですからね。うん、だから克服する必要がない怖いものっていうのは基本的にあるので、うん、まあ、それは克服しない方がいいですからね。そもそも怖いってだってね、生存するために必要な行動をただ取らせるための私の感情なんで、何でもかんでも克服しなくていいんだな、困った時は克服してくださいね、した方がいいかもしれないですよね、なんかそういう話だと思います、いや全くその通りで、私はエキノコックスを克服するつもりはありません。いやそれ克服したら人類史に残ります何克服してくれとんじゃいってなりますからね。いや、いくら俺でも無理やろ。バッチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。